すごい。ちょっとじゃあ運転してもらいましょうか。あれかな、あのクッション入れた方がいいかもな。ちょっとハンドルが、あ、ハンドルそこに。ハンドルが、あれこれ前に出ないんでしたっけ。いや、出る出る、あの、うん。踏めますか。踏めます、踏めます。付け方わかりますか。全然わかんないです。そのまま適当にやって、でちょっと左右にクリクリって奥まで入れて、奥まで、お、あー、オッケー。前が見えないです。なんかく、カン君クッションない？クッションさっきのやつ、こうしたっけ。あれ、これ上上がんないんですっけ。これだ、上には上がりません。手動、手動でしか。ちょっとなんか、あんま、セクハラになっちゃう。ちょっと後ろの人セクハラしようとしてます、これ。動画でちゃんと撮ってますからね。か最強戦見てる。ギア入ってるか、気をつけて。ギア今入っ、1足入ってるか。もうこれでエンジンかけて大丈夫か。うん、オッケーだね。もっと前。いや、これ以上もう前行かないですよ。お尻に置きたい、これ。いいですか。どうぞどうぞ。あ、もう一個ありますクッション。もう一個、これもう一個。あとはもう俺らのジャンパーも。あれじゃない？じゃあ、カン君の上に座ってもらったら。ああ、喜んで。あ、すごい。何これ。なんとかいけそうですか。いやー、これはちょっと進まないですね。これはちょっと進まないですね。いけるかな。うん。お、かかった。じゃあ乗り込んじゃおうかな。行きますよ。よし。お、おー、すごい。普通にメタルのクイーンツインクラッチを発進してますよ。さすがシビック女子。すごいな。前がハンドルが半分下、こんなと見えない。見えない。真下が見えない。確かに、もう ここら辺しか多分そう見えてないと思う。ちょっとすごいですね。フルバケ初ですか。フルバケ座ったことあります。座ったことあったかな。あった気がする。ここ曲がろうかな。怖い怖い。ハンドル重いですか。いや、そうでもないです。そんなに、あ、でも重いっちゃ重いかも。でもまっすぐ走る分には安定感あって。シビックって電動パーツなのかな。そうや、油圧ってことはない。油圧じゃないよな、これ油圧だからね。モードで変わるんじゃないか、わかんないけど。ああ。今時の車だから。可変ステアリングだったり。そうそう、いろんなのあった。やばい。やばい。ああ。うまい、全然。上手だね。全然ふかしてないしね。すごい。難しい。この回転機でこの車走れないんじゃないかな。パワー、下のパワーがないからね。そう、サイドバーンと違ったら多分。ああ、確かに。難しいかもね。また感覚が全然違いますね。助手席は新鮮だな。でも全然乗り心地いいですね。いいですか。いいですね。よかった。レーダーキャンセルポイントを検知しました。なんか、キーキー鳴るのが怖いですね。
バックのやり方が違う。ああ、バックの家型わかります？おお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 演出来たこれいつ終わってたかなこれ。いや、ほんと今だと思う。やばいやばい、難しい。ちょっと注射が引っかつくなんですけど許してください。あ、やばい。大丈夫、飲んでくるから。怖い怖い。動画見た方がいいな。ね。いやー、やっぱ上手。あの上手だね。エアコン。なんであそこに来て、あんな、あそこに。わざわざあそこに止めやがった。傷つかないね、大丈夫だよね。気になんない？怖い。怖いよね。あそこに止めるってやばくない？移動しようか。ああ、移動してきた方がいいかも。でもあそこ。ちょっとじゃあ、カン君、S に乗ってるからね。まあ、メタルのチャダーは出るね。慣れてますね。これが、これが、これですか。これですか。いいですね。いや、非常にですね。視線が低いです。身長差何センチ？俺は188だから。僕170なんで18センチ。18センチはでかい。でかいね。ルミナさん何センチですか。156。152？ 32センチ。ちょっとちゃんと計算してくださいよ。しけしけ。かっこいいってやん。ありがとう。確かにかっこいいよな。手慣れて運転してるところ見ると、何でもね、どんなものでもなんてことなく走れた方がね、まあ、かっこいいよね。スマートな男に、うん、言いつつ、俺今日ここ来るまでに3回ぐらい演奏したか。あんまり演奏しないんだけどね。カン君が乗ってて重かったんじゃないの？それはあるかな。重量物か。タイヤもさ、285に変えたばっかりだったから。あ、取れちゃった。サンクラを猫。そうね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい。勉強になりましたよ。意外と面白かった。でもなんかこの途中、あれ変えたばっかだっけ？ん？どっか行った時に変えた。クラッチ。クラッチ変えたばっかり。あ、すげえ、もう途中でやらなくて。あ、すぐ降りたいって言ったもんね。そう、信号待ちで。うん、買ってくれ。ごめんですね。っていうこともあった。ありましたね。という感じで以上です。